東口駅舎ホーム、松坂方面から伊勢市方面を望む。写真右側が2番線、中央が1番線、左端の柵の設置されているところが93番線。宮町駅は三重県伊勢市み園の町高むこのにある近畿日本鉄道山田線の駅である。駅番号は M72。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅だが、以前は 鹿児島方面行きホームが、島式の複合型2面3線だった。鹿児島方面行きホームの東側にあった線路は、伊勢中川方で行き止まりになっていたが、現在は口述のように撤去されている。なお、伊勢中川方面行きホームはもともと短式。改札口は、東西双方にあり、各ホームへは、構内踏切で連絡している。宇治山田駅管理の無人駅。 自動券売機は駅舎に設置されているが、自動改札機は導入されておらず、ピタパーイコカは専用の簡易改札機による対応となっている。ホーム有効長は6両である。かつてあった3番線は4両だった。3番線は1971年に、鳥場線宇治山田駅伊鈴川駅間を複線化した際、鳥場方面からの列車は、宇治山田駅のホームで直接折り返せず、 伊勢市駅にも折り返し用の線路を設置できる用地がなかったため、その代替として設置された。当駅始発、終着の列車は1994年に一旦廃止されていたが、1999年に山田、鳥羽、島線普通列車の運転区間が当駅、賢島間となってからは再度設定され、この列車には終日3番線が使用されていた。その後、 2004年にワンマン運転区間が白塚駅まで延長された以降も朝ラッシュ時に当駅始発、終着の列車が残っていたが2006年3月21日のダイヤ改正で当駅始発、終着の列車は完全に消滅、3番線も事実上使用停止の状態となっていた。2006年度中に河川及び線路、構内踏切の撤去とホーム柵の設置が行われた。 普通列車のほか、朝により一本上り二本のみ、近鉄名古屋駅発着の急行が停車する。2020年3月14日、ダイヤ変更前日までは、夕方の急行も停車していた。なお、夏季の伊勢神宮法のお全国花火大会や、鳥羽港祭り花火大会が開催される際には、臨時急行の運転に加えて、通常は停車しない大阪上本町駅発着の、 急行も停車することがある。歴史的には、近鉄名古屋駅発着の急行一部停車は1964年には開始していた。近年における、当駅の1日乗降人員の調査結果は、以下の通り。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は、以下の通りである。宮町駅の利用状況の変遷を下表に示す。駅南方に駅名と同じ。 伊勢市宮町の地名がある。ありがとうございます。